この前は超盛り上がったよね。喋りすぎたせいで次の日声出なくなってさ、焦ったわ。もしかしてサプライズパーティーの話かしら。それそれ、みんなで集まって何するんだろうと思ったら、まさかのパーティーなんだもん。天上げ極まるよね。確かにあれには驚かされたわね。まさか隠れてあんな準備をしていただなんて。水臭いな。言ってくれれば別だったのにさ。こう見えて愛さんやるときはやる子だよ。サプライズパーティーだったし、愛ちゃんたちにはびっくりしてもらいたかったから。大成功じゃん。改めてお疲れ様。とてもいいパーティーだったわ。喜んでもらえてよかったです。みんなで頑張った甲斐がありました。ほんと頑張ったよね。あの飾り付けとかやばかったもん。 SNS にあげたらいいねいっぱい来たよ。丁寧な仕事ぶりから相手をもてなそうという気持ちが強く感じられたわね。そんなに褒められたら恥ずかしい。照れちゃって可愛いな。ハグしてあげよう。さあおいで。もうからかわないでよ。からかうも何も、歩夢が可愛いのは本当のことだもの。真っ赤になった。それよりミューズやアクアのみんなとも仲良くなれた？おかげでみんなといろいろなことを話せたわ。とっても実りのある集いだったわね。2回目開催もよろしく。次は愛さんたちも手伝うからね。うん、またやりたいね。